ちは。漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、黒酢って体にいいイメージがあって、うん、私も取り入れるようにしてるんですけど、うん、本当に体にいいですか？そうだね。黒酢っていうのは、はい、もう実を言うとなんか30年ぐらい前に、この黒酢がいいよっていう風になんか健康雑誌で紹介されたんだけど、うん、その時にその黒酢を研究してたのが九州大学 の藤野先生っていうね、教授だったかな、はい、いるんですけど、医学部にね、はい、それを講演聞いてみて、あ、黒酢いいんだなと思ったんだよね、うん、で結局その黒酢の研究結果によると、脂肪分解作用とか、うん、血圧を下げたり、高脂血症ね、コレステロールを下げたりとか、そういった効果があるよっていうふうな講演を聞いてみて、へえ、そうなんだと思って、はい、だからなんでさ、黒酢の酢がいいんだったら、うん、普通のさ、蜜柑酢でよくないとかこう思うんだけど、はい、実は酢がいいわけじゃないんだよ。黒酢、うん、はい、それで黒酢の黒がいいんだ。黒がいいんだ、はい、うん、だから普通の酢じゃダメで、普通の酢なんかこう飲んでいくと、今僕は酢が酢のもの嫌いだから黒酢も飲まないんだけど、うん、黒酢の黒、黒酢の黒の絞りかす、酢の絞りかすって言うんだよね、はい、うん、黒酢って例えば玄米とかね、白米でもいいんだけど、それを紙の中で発酵させて、それがアルコールから酢になっていくんだけど、要は米とかその麹のね、いい成分がどん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 蓄積していくんだよね、うんうん、でそれのだから溶けたやつが酢として酢んだけど、その酢よりも、はい、の酢の残りカス、黒酢のカスって言うんだけど、はい、まあ、これいわゆるもろみますって言うんだけど、そっちの方がはるかに効果が高くて酸っぱくなるから、私みたいにお酢が嫌いなやつは、はい、そっちの黒酢のもろみ松の方が非常に有効で、もろみ松、もろみ松で結構お客さんにこうね、黒酢がいいっていう風に言ってくるんだけど、やっぱ酢が飲めない人がいるから、もろみ松を結構こうね、こうお患者さんにね、飲んでったらいいんじゃないみたいな、本当に高血圧の人が血圧が下がるし、うん、コレステロールとか高脂血症、そっちも改善していくし、あ、これ面白いなと思って、はい、うん、もろみ松、うん、どういう分類ですか？生薬とかではないですよね。まあ健康食品になっているんだろうね。だって黒酢だから単に食品じゃん、うん、食品の中のそういったね、ちょっと特殊な作り方をしているものだろうんで、はい、そういった意味では発酵食品って非常にいいと思うし、はい、なんていうか、循環器系ね、要は血液が汚れてる、うん、はい、要は血液が汚れてる人を血液浄化していくから、うん、結構だからね、腎臓病とか肝臓病とか、うん、うん、まあ、循環器、糖尿もそうなんだけど、うんうん、そういった患者さんにこう結構ね、効果的だなっていうのを思ってて、うん、うちのね、漢方屋では結構お客さん飲んでいただいてる。へえ、それでね、黒酢って言ってもさ、なんかさ、いろいろさ、怪しい黒酢がいろいろあるのよ、うん、怪しい黒酢、はい、一応ね、僕はだから九州大学のその藤野先生がいいって言った鹿児島県の福山町っていうところの、うん、鹿児島湾のこう上の方にあるね、福山町ってあるんだけど、はい、そこの黒酢は確かにいいなと思ってんだけど、うん、中にはね、見たら中国産とかこう、うん、あるのよね、はい、こうわけのわからない、まあ韓国産もあるかもしれないけど、うん、だからわけのわからないとこのやつって、単に着色料を入れただけなんちゃうみたいなのがこうあるから、うん、酢が苦手な人はね、うちみたいなところに問い合わせてもらって、うん、黒酢もろみって、っていうやつはありますかありませんかって言った方が飲みやすいし、はい、まあ、まあね、まあ、結構結果も出しやすいっていうのがあるから、そちらの方がおすすめよ。はい。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。